こんにちは、517です。龍が如く8、ライブ配信やっていきたいと思います。あ、みかんママかな？みかんママ、こんりゅう。ラフさん、こんりゅう。今日はサブストーリー、メインは進めないので、ちょっといつも通りまったりやっていきたいと思います。何ですわ？今日お昼過ぎから雪らしいんですか？この後雪降ってくるのかな？通りで寒いわけだ。みんなも寒いから暖かくしてお仕事頑張ってください。ふっくふっく。変だって。読めなかったです。これは関東エリアの関東の人、雪降るからみんな気をつけて。あやせさん、こんりゅう。レベル19になった。すごい。すごいな。めっちゃ高くなってる。ストーリーはどこまで行ったの？ごめん、ちょっと全然私動き出さない。4章進めた？ちょうどさ、この後ろにいるさ、この子のやつやっていこうかなって思う。話しちゃうよ。また聞いといて、私、進めるやつ。あ、声をかける。あ、4章のままサブだけ？で、同じぐらいの、進み具合で、レベルだけが19になってるって感じか。すごいな。とりあえず今日も、まったりやっていこうと思います。あ、トムさん？またね、ナナちゃんまたね、またねなの？いきなりまたね、あれさっきから来てた？違うよね。本流、そしてまたね、また流。休憩中とかなのかな？挨拶ありがとね。じゃあ声かけます。よ、そんなところで何やってんだ？あ！よかった。あ、手紙、無事だった。ラブレター。すまねえ。驚かせるつもりはなかったんで。物陰で困ってるようだったから、声かけただけで。いえ、気にしないでください。それでは。道汚れちゃってんじゃん。おい、そんな泥だらけで大丈夫か？お？泥だらけ？来た。全然大丈夫じゃない。マハビーチのオマージュ、いくよ。ひな男に、男の子に、ひな男子に告白しようと思って物陰でタイミングを見計らってたのか、はい、セーラー服。セーラー服よ。こんなところにセーラー服よ。私たち今修学旅行中。なんだ。あ、先輩たちからビーチに埋まっている好きな人、ビーチに埋まっている好きな人に手紙を渡すと結ばれる。どういうこと？あ、ビーチに埋まっている好きな人？どういうこと？で、おまじない教えてもらったから。修学旅行でハワイとか超いいな。だから埋まってる、埋まってる田辺くんに渡そうと思って。どういうこと？埋まってるってどういうこと？えらくピンポイントなおまじないだ。悪かったな。確かに。せっかくの晴れ舞台を台無しにしちまったな。ちょっと疑問が残るよね。男子はビーチ。もういいです。告白諦めます。こんな泥だらけな格好でとても伝えるなんてできないし。
を洗いに戻ってる間に田辺くんたちは次の場所に移動しちゃうかもしれないし、洗っていいの制服って、うん、クリーニングとかじゃないんだ。異常を知らなかったとはいえ、罪悪感が湧いてくるな。俺が何かしてやれることがありゃいいんだが、急いで洗濯するってわけにもいかねえし、クリーニング出してあげなよ。すぐでしょ。すぐじゃないのか。それじゃあおじさん代わりにこれを田辺くんに渡してもらえませんか。あ、いいよいいよ、渡す渡す。はい。おまじないはアロハビーチで埋まってる人に手紙を渡す。なので誰が渡すかはの指定はないんです。それだと俺が田辺くんと結ばれちまわないか。そんな心配する。この手紙を書いたのは私なのできっと大丈夫です。手紙の主と埋まっている人が結ばれるはずです。決めたことはあるの？遊びでかな。俺が声かけちまったのが原因だし、代理でもいいって言うなら渡してきて。ありがとうございます。誰が田辺くんかわかるの？あ、浜辺ひとみって言います。ああよろしくな。任されたからにはバッチリ渡してくるで。相手の男子の名前は、あ、田辺くんだったか。はい。嬉しい。名前覚えただけでわかんないでしょ。すみません、手紙をお願いします。ああ、うちの人が寝てるときに、みかんさん、埋められた経験ありなんだ。田辺くんはまだアロハビーチで友達と遊んでいると思います。私も急いで制服を洗って戻ってきます。なので、春日さんは手紙を渡したら、そのまま田辺くんを連れてココナッツ注射屋さんの前に来てください。わかった。どんな見た目なんだ、そうそう。あ、写真くれ、あ、ちょっと待って、なんかおかしくない？そこに写ってるの先生じゃない？大丈夫？田辺くんの写真です。あ、先生じゃないか。あ、なんか、意外な、真面目そうな子だね。うんうん、田辺くんの写真。おがりでメガネをかけてるのか、覚えておこう。見れるのかな？野球部ですごくかっこいいんですよ。女体にして。あ、ちゃんと形を作ったわけね。女性らしく作り上げたわけね。センスあるな、まま。さよなら。大丈夫そうだ。改めて落ち合いましょう。それでは。そんじゃ田辺くんを探すとするか。海にいるからメガネは外してそうだね。田辺を探すか。おかしいです。おかしいでしょうよ。何してんの。おかしくね。スイカもあるね。あ、グレイさん、こんにゅう。今、ちょっと変なシーンで。今ね、田辺くんっていうのを探そうとしてるところです。なんだこれ、ほんと、なんだこれだよ。そこにいる人違うかな。ただつでさえ、田辺がどんなやつなのかわからないのに、受けわからなくなっちまってる。ほんとだ、これ。何をやってるんだろうね。写真撮るから、こっち向いて。埋め方よ。立ってるよね、これ。確実に立ってるよね。行って、あいつに聞いてみるか。なあ。ちょっといいか。何ですか。田辺って男子を探してるんだか、ここにいるかな。はい、田辺ですか。いますけど、おじさん、田辺の知り合いで、何ですか。知り合いってわけじゃないんだが、田辺のクラスメートから預かり物があってな、それを渡したいんだ。こんなみんないる前でラブレターとか渡すの緊張しちゃうね。あ、この人じゃない？お楽しみ中みたい。え、どこにいるのやら。すみませんでした。
それもちょっとわからないです。まあこの中のどこかにいるはずなんですけどね。何なのかよ。ちょっといいか。この人は高橋。あ、これ生徒なのね。どっか行っちゃった。はあ。それっぽいの何かいるね。似せてきてるよね。秘密に田辺の場所を聞いていくとするか。ボブ狩りでメガネの男子だったな。なんかさ、この人じゃない？この人。あ、メガネかけてんな。あ、ボブじゃない。あ、この人じゃないの？これでも聞いていくって言ってるから。この人っぽいよね。一応ね。でも話は聞けないから、とりあえず話聞いていこうか。なあ。田辺に用があるんだか、どこに埋まってるか知らないか。田辺ですか、場所わかりませんが、出た出た、たぶん使うやつ。これ海に向かって一番左の列にいない。海に向かって一番うちの人死ぬよね、危ないよねこれ。え、ごまかされないように。海に向かって、海に向かって一番左の列。じゃあ、あの一番あっちの列、一番奥のあの列は違うってことね。海に向かって、え、どういうこと。海に向かってってどういうこと。この人から、海に向かって左の列、この一番こっちなのか、こっちなのかがわかんないな。こう書いておいた方がいい？まあいいか。海に向かって、オッケー。ありがとうよ。わかんないよ。海に。あ、スイカが、何あれは。スイカ、スイカ割りでもすんのか。ね、何してんだろうね。じゃあちょっとこの人に聞いてもらう。待って、あそこか、あそこは違うってことだなあ。対面で喋ってる。あ、じゃあその人から見て、その人から見ての話をしてるわけだね。 OK。 あ、じゃあ一番左ってことはこっちだな。あの人から、どの人に話しかけたんだっけ。まあでもこっち向いてる人だったから、これの一番左の、こう一番ひ、このこう見たときに一番左の、海に向かって一番左の、え、わかんない。なので、うん、黄色いパラソルと赤いパラソルの間だったような。あ、黄色いパラソルと赤いパラソルの間。みんなじゃん。え、どういうこと。ちょっと参考にならない。この列ってことかな。ありがとうよ。あ、記憶さん混流。これちょっと待って、この人が黄色、これは別に覚えておかなくていいでしょう。この人じゃないの。隣の列じゃない。この列、この列のこと、この列引っかかる、顔が引っかかって進めない。これ間通れないんだ。でもさ、ここの間ってさ、これ海から2番目の1、2、ここの列ってことね。この列、この列。でもさ、ここもそう入らない。ここも2、3番目、海から2、3番目、ちょうど真ん中にあるもん、この傘。どう？この2つっぽくない？だったような、だから確実じゃないのかな。とりあえずスイカ見とこっか。なあ、あ、隣にいない。お、あ、やっぱこの隣じゃない。あ、違う。うーん、スイカの隣。ありがとうよ。
スイカ嫌い。だからスイカ置いてあるんだ。あと聞ける人、あーどうしようかな。スイカの隣にはいないから、この人か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 。どうし、あ、そっか、そうだそうだ、ゴブ狩りでメガネかけてる人だ。オッケーオッケー、まあ、とりあえず最後も聞いてく。なあ、ん、佐藤くんとな、くんと仲良くて対面で喋りながら確かにそれ正解かも。ありがとう。メガネだけ探すわ、うん、あ、か、出て、海に向かって一番左、海に向かって、これがちょっとどういう、海に向かって一番左もちょっとなしにしようか。黄色いパラソルと赤いパラソルの間にいるメガネかけてる人で、スイカの隣にいない人を探そうか。佐藤という友達と対面で、佐藤さんなんていた、そんな名前見てなかったよ。これって、あ、でもメガネを、これじゃない？これ。スイカの隣じゃないし、黄色と赤の間だし、一番左側っぽいところじゃないし、でも、この人が佐藤かどうか。もし佐藤さんかな？この人。渡しちゃおう、ラブレターを渡そう。 お前の同級生から預かってるんだ。この状況、状態じゃ読めないです。ああ、どうやって出すんだろう。待って、ラブレター、この子はココナッツジュース屋の近くで待ってる。来てくれるか。もちろん。これわかんないね。あ、春日さん。おお、間に合ったようだな。連れてきてやったぞ。その私、田辺くんのことがずっと前から好きでした。可愛いね。付き合ってもらえませんか。え、これ田辺くんで会ってたの。浜辺さん。はい、よろしくお願いします。青春だな。青春だね。実は僕もアロハビーチのおまじないのこと聞いて手紙持ってたんだ。え、ありがとう。でも浜辺さんはビーチにいなかったし、逆に僕が砂埋め遊びに巻き込まれちゃって、これじゃ浜辺さんに渡せないなって。それ欲しいの。よもいだったの。私ばっかり渡すのなんかずるい。だからそれちょうだい。あ、うん。本当に何書いてるのかわかんないね。でも嬉しい。泥だらけの手紙、大事にするね。間違ったらどういう結果になってんだろう。あれ、それもそれで見たいね。そういえばなんで浜辺さんはこのおじさんに手紙を渡したの。直接くれたらよかったのに。実は私もこの手紙みたいに泥だらけになっちゃって、でもどうしてもここで渡したいから春日さんにピンチヒッターになってもらったの。意味が泥だらけのまま田辺君に意味がおかしくなっちゃってないし。それじゃあ僕の手紙と同じだったんだね。
そうかもね。いいことしたね。春日さん、ありがとうございました。これ、今日のお礼です。なんか、もらっちゃった。あ、こんな、勇気のペンダントもらっちゃっていいの？どんな状況でもビビらんない力が湧くペンダント。ありがとう。せっかくの縁なんだ。私に欲しい。これ、リアルに私欲しい。はい。しかし、アロハビーチのおまじないか。おめえらがうまくいったことで、またここで手紙を渡すやつが増えそうだな。そうですね。ちょっと照れくさいですが、でも絶対にご利益パワーありますよ。春日さんも気になる人がいたらどうですか？ここで手紙を渡しては効果てきめんですよ。そうだな。ちゃん呼ばなきゃ。考えてみるよ。よく考えたら、うまくいきたい相手に埋まっていてもらわないといけないのか。そか。さっちゃんに埋まってもらって、いや絶対無理だな。絶対に無理だね。意味わかんないね、このまじない。面白い。いい調子だ。そしたら、あ、なんかいろいろあるじゃん。この辺行ってみる？ピンクなのか。ちょっとこの二つ気になるな。行ってみて。あ、朝倉に会いに行く？まだ私勝てるかな？強いんじゃないの？これでしょ？遠いのよ。またさ、ここに戻ってこなきゃいけないからちょっとある程度やってからでもいいかな。調子。この2つやったら出てきたな。やめた。ボコボコにやられた。ちょっと待って、ピンク。あー、ピンクがいっぱいいる。セーブしとこ。まだやめとこうよ。ちょっとやってみる。やれるわ。ねえ、ちょっと22。ねえ、ちょっとガードができない。あ、これまでの浅く、そうだね、あえて最初は弱くしてくれてんだろうな。あ、これは技を使わないとダメだな。手数がいるな。秒でやられた。終わらせる。よし。違う、こっちじゃない、こっち。もらった。放電準備。しとけな。ねえ、これ勝てる気しない。やばっ。ちょっと、ちょっと回復しよう。回復する前に、ちょっと待って、みんな近くにいるから、どうしよう、どうしよう。あ、技をかけることができない。あれ、ちょっと危ない。イージーだ。初的にタイム。カリジョーター、ついね、あ、これもつける。普通に。間違えちゃった。
みんな集まってさ、この辺でやればいいかな。ガツンと行くぜ、命を大事に。これで やばい、どうしよう、こう回復とかないの。どうした、行くぜ。あ、この子死んじゃうな。相手してやる。20残ってるから、でん、うん、どうした、どうしよう、やんのかい、行くぜ。放電準備しとけな。ガードできてもダメだね、どっちにしろ。無理、ガードができないからって勝てない。ぶちかます、さっさと来い。圧勝的にタイム、受けてみな。みんな死ぬなよ、回復だ。すまねえ、何される。俺の番か。これ効かないかな、効かないね、この人何にも効かないんだ。寝てる。ガードしてもこれだよ。やばい、やばい、もう一番回復しかできない。キリさん相手してやる。もうキリさん何で離れた。あ、一緒に行けんのか。これですまない。ちょっと無理かもこれ。行くぜ。やる？茶番はしまいだ。弱いんだ。無理。ああ、ちょっともうミス、ミス、もうやだやだ。ねえ、もうやだ。これやだ。これは格好どっとか。一番格好できる？受けてみな。ずっと回復して、なんか食べるよりこっちの方がいいよね。すまねえ。もう俺の番か、ついてこれるか。ただでさえうまくガードができないからめっちゃやばい。どうしよう、頑張ってみるね。え、煙玉？そんなのあるの？終わらせる。痛いよ。回復した方がいいのか、回復しもうできないか。距離を通って、どうした、あ、違う、できない。どれやろうとしたんだ私。ガツンと行くぜ。ガオクロータ、アイテムで高確率で逃げられる。よし、上昇上昇。ありがとう。二人でよかったわこれ。二人じゃなかったらまやばかったと思う。あ、出てきちゃった。戦いたくない今。レベルいくつこの人。ちょっと、たま、
あ、レベルは低い。ねえ、やっちゃった。でもレベル低いから大丈夫、きっと大丈夫。普通しかできないか。俺の番か。いつでもいいぜ。手数がいるな。行くぜ。あ、そうだ、忘れてた。ミサーのこと忘れてた。一人いないなと思ったんだ。状況だけは買ってやるよ。ちょっと待って。アイテムで復活できるの？死んだらどうなるの？忘れられてる。こうやってやればいいのかな？回復すればいい。おにぎり、回復量が、あ、死んだら1になって復活してる？いけるじゃん。うまいな。ほっほう。悪くね、いけるな。面白い。この辺、うん。うん。10のやつなかったっけ？あ、40。アイスコーヒー、あ、高いから。この辺安かったから。1番回復したいから。いける？うまいね。どうなってる？ごめん、ちょっとだけ待ってね。え？あ、そっかそっか。一番でも今6しか MP がなかった。うん。悪くね、うめえ。悪くね、うめえ。こんなもんでいいや。彼休まないか。後で買えばいい。うん。さて、せっかく海まで来たし、一泳ぎするか。やめてください。へへ、いいじゃねえか。ん？ちょっと、話してください。あれ、これやらなかったっけ？いいじゃん、こちらもおごってあげるから。俺らと一緒にリゾート楽しもうぜ。いい店見つけたんだよ。観光客とかいないバーでさ、夢？私夢見てる。絶対気に入ると思うよ。これやったよね。興味ないですから、とにかく手を離してください。違うパターンがあるの？リゾート気分も台無しだな。あ、その辺にしとけ。第 2はその子嫌がってんじゃねえか。あ、なんだてめえ、ヒーロー気取りの勘違いやろうか。俺らはこの子と仲良くお話ししてただけなの。関係ねえやつはすっこんでろ。仲良く話してるようには見えなかったけどな。勘違いしてんのはお前らの方じゃないのか。セリフがあるのはありがたい。さっさとその手離してどっか行きな。見てて気分が悪いぜ。ふん、言うじゃねえか。この子は後だ。このムカつく野郎を先にぶっ飛ばすと。ああ、うん、後悔すんなよ。後悔するな。レベル高いかな。俺の番だな。かるー。あ、また同じ感じになるのかな。素敵。お一人しかいない。夢じゃなかったってことだね。お金がいいね。すいませんでした。二度目だぞ。あのありがとうございました。おう、災難だったな。まあ、ああいう連中はどこにでもいるから気ぃつけてね。あ、え、なんで違うパターン。ネズミヤクザ。
桜吹雪だ。なんだあんたら。お兄さんズバリジャパニーズサムライですね。セーブデータ間違えたかな。ジャパニーズサムライ。セーブデータ間違えたかな。わかんないけど、まあ日本人ではあるな。迷わず困っている人を助ける仁義のハート、そして背中のその入れ墨。あなたは真のジャパニーズスピリットを持つ男サムライとお見受けしました。お名前は。俺は春日一番だ。で、あんたは一体何なんだ。おお、これは失礼。僕の名はネイさん。ハワイのテレビ局でディレクターをやっています。見たところか。なるほど、テレビか。ってことは今ロケ中ってことか。ちょっとやだ。はい、巻き戻ってる。日本人旅行客の人にインタビューや同行取材などをさせてもらってます。え、これずっとこれ、ね、時間かかるっけ、動けないっけ。ジャパンカルチャー大好きなんです。漫画、アニメ、歌舞伎、飛ばす。これ話同じだよね。だから日本人を特集した番組をメインに制作しているんです。姉さん、日本オタクみたいな感じなの。イエース。でも一番はどれもユニークでエキサイト。ずいぶんといろんな日本。それは素晴らしい。いつ、そうだ、あなたのようなインもちろん。ギャ、悪いな、ちょっと今忙しくて。また今度でもいいか。無念ですが、僕は用事が済んだらぜひ来てく。どういう、どうして。でも同じやつがここ裏書きしちゃったんだけど、ここのやつを開いたはずだから合ってるなあ。なんでこういうもの。30分ここが昨日の、あ、この間の、昨日？ん？おととい？土曜日の8時。8時で終わってるやつだったから。なんでだ？でもここも喋、何日？ね、なんで私間違えたのかな？普通。様子見、あ、ね、上書きしちゃったの。上書きしちゃったの。ここにあったやつ上書きしちゃったの。あ、そう、ママ、そうです。みんなの記憶は間違っていません。あ、違う。ここ。これさっきのとこで、ここが、8時になっ、あれ？かもしれない。え？上書きしちゃったとき、待って。前回って、8時までやったよね。もういいか、もう考えたってしょうがないね。オートセーブ見よう。2月3日の、7時52分。が一番最後の、あれだね。で、ここが8時だったの。だから、ちょっと待ってね。今セーブしとこうか？一応。もうこれ消してもいいもんね。同じだもんね。新しく。うん。あ、もう新しいのは作れないから。最初の頃のセーブデータ。上書きしちゃっていいか。デリバリー確認すれば？了解。天才。
チームじゃない。あ、いない。いないな、やった私やったんだな、なんでだろう。え、セーブしてなかったのかな。え、どういうこと。じゃあちょっとこれ、やらかしたー。 あ、いた。これでいこう。これでいこう、みんな。あ、二つね。オッケーオッケー。じゃあ、あ、新規スロットあるじゃん。これを、これ今作ってるやつね。この辺はもう、わかんなくなるから、今のこれだよね。これは削除しちゃって、よし、じゃあ今日始めていこうか。え、じゃあこのおまじないのやつ。これ、いこうかな。おまじないのやつは裏でやっとく。始まり、ごめんね、みんな、私ってこういうの、ごめん。うっかりなんてもんじゃないね。いい感じだな。ラさん、こんにゅう。じゃ、今日は始めていきましょうか。今日はミーは進めません。例えばこういうリゾートチェアって使ったことなかったな。こんにゅう。あ、みんながなかったことにしてくれてる。ありがとう。あ、で、休んでいこうか。休んでいこうか。ほう。あ、水着になった方がいいんじゃない。眠くなってきたら寝ちゃうんだな。ね、寝ちまったのか。今12時ぐらい。でもなんだかよく寝たな。疲れも取れたし、うん、体もか。ママさん、それ根流って言ってたんだ。重いな。体っつうか頭が重い。ピーピー。え、なんだ、どうなってんだ。みんなが好きそうなの出てきたぞ。夜になっちゃったけど。なんじゃこりゃ。どうして。どうしたどうした。うん、スイートホーム。ちっ、なんだって俺の頭に鳥が。とにかく一回降りてくれ。頭が重くてかなわねえ。リー、さすが棒読みちゃんの力、恐るべし。落ち着かない。なんだよ、降りたくねえのか。たく、どうすっかな。敵の帽子じゃん。ん？これは、ずいぶん綺麗な羽だな。こいつの親鳥のか。もしかしてお前、この巣に住んでたのか。うん、親探すにしてもどこにいるか見当もつかねえしな。プレゼン剤。わからねえことばっかだぜ。どうすっかな。
か腹減ったな。親鳥探しつつ飯でも食いに行くか。ピッピー、お、お前も腹減ってんのか。じゃ飯二人分調達しよう。そういうことか、そういうことか。ピピー、そうだ、せっかくだし名前でもつけてやるか。何がいいかな。愛着湧いちゃうから名前とかつけちゃダメだよ。せっかくだしなんかこう海外っぽい感じがいいな。そういえば昔見た外国を舞台にしたアニメにヨーゼフって名前のやつがいたな。鳥だか犬だか忘れたが悪くねえんじゃねえか。よし、今日からお前はヨーゼフだ。ピー、お、気に入ったか。じゃあヨーゼフ飯買いに行くぞ。ピッ、ああマジで頭から降りる気ないな。しょうがねえ、ちと歩きにくいがこのまま買いに行くか。落っことさねえように気をつけないとね。ちなさそうだし、確か ABC ストアにペットの餌とか売ってたような。持ってんじゃないペットの餌。確かまずはそこに行ってみよう。しーちゃん何、うんと小鳥の重さで春日の首が限界を迎える前に ABC ストアへ行って餌を買いましょう。なお春日の頭に鳥が乗っていることでバランスが取りにくく思い通りに歩けないことがあります。そんな中人にぶつかったりするとよろけてしまい体勢を立て直すのに時間を使ってしまうのでご注意ください。なんかミニゲーム始まったか。馬や稽古中の力士にぶつかるとひとたまりもないので、いるのかそういうのが。行ってみようか。ちょっとお姉の母ちゃんはどこに。何し遊び。ここは行くの。ピー、まあそのうち会えるさ。飯食って元気になったら探しに行こうぜ。ピッ、カイジの犬はヨーゼフなの。なんでこんなところに力士が。青空稽古ってやつか。あんなのに巻き込まれたらシャレになるね。関わらないようにそっと歩こう。力士何すごいいるけど力士。これどうやってそこ行けんのなのかな。あ、競技の邪魔しちゃ悪いな。こっち行けないの？ナンシーは一応なんか連れてるっぽかったけどな。え、これって、あ、ダメなんだ。この辺は人通りもあるし、気をつけて歩かねえとな。ぶつかったら落としちまうかもしれないし。しかしバランスを取りながらってのは案外難しいな。どう、信号青？行きにくいぜ。なんとかギリギリ。はあ、なんとかついたな。おう、お腹空いてる。こいつがお腹空かせてるんで何か壊せてあげたいんだけど、いい感じ。うん、こいつ、あれ入った。隠れられるんだ。鳥の餌なんて売ってるの？あ、ナッツをブレンドしたペレットになります。いいものくれるじゃん。ありがとうよ。あきよ、魔が差しちゃったのかもしれないまま。降りてこないんだ。引っかかっちゃって降りれないのかな。
ピー？この子は子供なんだね。ロゼフの母ちゃんと俺の飯探しにぼちぼち。またこれが続くんだな。あ。おう、おう、オウム、あ、ハワイといえばオウムか。ピッ。理解できたみたいだな、一件落着か。預けてたの。で、なんで迷彩服の男っていう、迷彩服の男なの？この。あ、そういうこと、あ、そういうこと？何？まぶしそうなもん持って。兄ちゃん、ちょっとどいてもらえないか？この黄色い鳥に用があってな。お、もう黄金の鳥。やんね。思ったよりでかいね。珍しいオウムなんだよ。俺たちで保護してやろうと思ってたんだから。ああ、なんか、売り飛ばそうとしてるんでしょう。うんうん。保護なんて言っても信じやち、そうだそうだ。珍しいと本当なのかもな。輝いてるオウムなんて見たことね。あ、だから、一番の頭に子供預けたのかな。学生にすると高く売れるんだよ。え、銃持ちと戦闘ですか？しかも頭に、ヨゼフ乗せて。あ、つれ、あ、ヒナ、バレちゃった。親より高く売れる。今日はついてるな。まとめていただくとするか、兄ちゃんよ。ヒナ置いてどっか消えてる。一両。一両だって、ちょっと。危険すぎるでしょ。人殺しだよ。おお、どう見てやるぜって。ただじゃ済まさねえ。よっしゃ、行くぜ。行くぜ。体力は大丈夫のようだね。あ、そうだよ、レベル16だもん。さっき14とかだったもんね。相手してやる。俺の番だな。あ、間違えた。バッテリーが好き。行くぜ。放電準備しろ。勝負しろよ。これで強すぎだろ。調子だぜ。そうだね。これが俺の真骨頂よ。おい、うん、俺たちが容赦しねえ。ないところだったぜ。20人と戦ってた。戦ってたね。よく勝てたな。なんかお礼くれるのかな。いや違うか。先に行ったとか言うんじゃねえだろうな。今は巣もないわけだし、親子揃って帰るところがないっていうのもかわいそう。あ、多分浮気かも。かわいい。ヨゼフかわいい。で帰るんじゃ。ああ、浮気どころか。できたぞ。一緒に住み出した。今日からここがお前らの新しい家だ。どうよヨゼフ。これデリバリーはないの？デリバリー的なやつじゃない？なかなかできだろ。ピー。そうかそうか。気に入ってもらえりゃ何よりだ。ここならさっきみたいに変な連中に襲われる心配もないだろうし、気が済むまでいてくれていいぜ。これなら母ちゃんも安心して子育てできるってもんだろう。で、あれ？母ちゃんは？どこ行った？ピッ。
ピン。って、お前が俺の頭にすんかい。なんだこれ。これデリバリーヘルプじゃないの。無事終わりました。あ、ここに来ちゃうんだ。え、そしたらちょっと一回怖いから、お金を、預けとこう。いつの間にか1000ドル集まってた。あ、これは、あ、チケット2枚持ってる。やってみていい？これ、ガチャチケット使ってみていい？ママ、ママ怖い。ママ笑顔で言ってそう。通常ガチャ。これってさ、あれチケットこれ、この赤いやつは、これに、通常ガチャにしか使えないんだよね、きっと。経験値アップする、アップさせるアンクルウェイってアイテム拾った？一個しかない？一個しかないやつ拾ってないんじゃない？海辺にあるの？拾ってない。待って、あ、煙玉一個だけ持ってる。やばい時はこれを使えばいいんだね。あな。あ、ポジさん、雪降ってきた。雪降ってきた、こんりゅう。こんこん。雪やコンコン、ま、はっ、雪降ってる、雪降ってる、すごい、寒いわけだ。ないなら経験値アップさせる料理を食べながらレベ上げやるしかない。できたね。アンクルウェイト、っていうのは筋物の話してる？それとも普通のやつの話してる？雪降ってる。結構普通にいっぱい降ってるよ。あ、そうなんだ。あ、ちょっと休んだ方がいいよ。みんな、あのお仕事に出てる人、帰り関東の方、電車とか動かなくなりそうだから、早めにみんな今日はお仕事切り上げてね。あ、こっちは雨だけ？え、なに？ちょっと待って、アンクルウェイトっていうやつは拾うアイテム。それは取った方がいいってこと？これは？これいい？引いちゃって。2回回すよ。今外なんだけど結構積もった。え、これは、あ、ドーピングマニア。あ、動く銅像。これはシャッホー、一緒に強くなろうぜ。これって S ってこと？ S?持ってるかな、持ってるかな。呪文ファイター、あ、チケットどこで使うか知らなかった。あ、どういたしまして。ね、強かったよ、動く銅像。確かあ、これか、この人をゲットした。なんか強そうなのゲットしたじゃん。ポジティブ、あ、ポジティブ、特性は。
あ、これはネガティブ。ネガティブとポジティブをゲットした。あ、これはちょっと、一体いいか。人だけとりあえず集めておこうか。で、アイテムじゃなくて装備かな。装備のことあるよ。アンクルウェイト。クレイさん。拾ってた。MP が大きく減少。なんだ、どういうこと？消した消した。すごい言葉になってたけど。じゃあさ、これを、経験値上げたいなら、あ、うちの方はまだ雨？なんかこうみんなさ、住んでる地域バレちゃうね。あ、うちも、地面が濡れ、今見てきた。地面が濡れてるけど、地面が濡れてるけど、あ、濡れてるから雪が積もる気配ない。スジボンバトルないとできないの。スジボンバトルないとできないの。あ、スジボンバトル進めてないと、多分、呪文バトルを、進めないと、あれが出てこないんじゃないかな、あのガチャが。あ、コデンさん、コデンさん、いい話だなぁ。タレちゃん、ほぼ隣だもんね。そうだね、隣に住んでんだよね。隣の家ぐらいの距離なんだよ。アンクルウェイト、気流のホテルの付近に王冠マークの時から、あ、できた、できた。うんうんうん。多分、ヤシュさんそうだと思う。スジモンの、ハワイのさ、アナコンダショッピングセンターで、サイドじゃない、メイン進めないと、出てこないんじゃないかな。ガチャ自体が出てこないんじゃないかな。違ったらごめん、ごめん、みんな様、違ったらごめんなさい。私の想像合ってないかもしれない。え、で、ちょっと待って、アンクルウェイト取ったけど、どうすればいいの？積み込みを待ったら戻ってきてね。あと、レベル上げしたいときに使えばいいよね。あ、沿岸部なのでめったに雪にならないんだ。じゃあさ、装備か。富沢が一番レベル今低いから、富沢につけとこっか。うん。いいのではないでしょうか。で、みんなに追いつくように、レベルが。ね。で、そしたらさ、あ、なんかお話。気分が。あ、日本にしかいない筋元と出会うことのできる素敵な招待券、ガチャコーナーで。で、使っていい？ちょっとガチャ引いていい？こっちはまだ、これだもんね。いくよみんな、今日の運勢はどうでしょうか？なんか語り引けるといいな。やったよ、やったやった。うっしゃ、今日はついてるぜ。フレホームレス、おっしゃ、大当たりだ。これってさ、 S、 左上に S って書いてあるじゃん。でも S の下に星が一個もついてないから、別にノーマルってことなのかな。新しい質問が追加された。なんかさ、分からないんだよ、見方が。あ、ものすごく冷たくて痛い雨でした。
ないだったか。あ、ネガティブなんだって。ね、このさ、左上の S、S、あ、S は筋物の S か。なんかさ、色か。色で。ほんと、どんな運勢で。あ、これいいや。いいや、いいや。手持ちの、このゴールドが当たりかな。星がついてるね。この辺星2個、星についてる。あ、やっぱり星3。うん、こうやってちょっと集めとこう。まだできないから。そういうこと。当たりだった今。ちょっとごめん、もう一回見るね。当たりだった？なんか外れっぽいけど、これは。赤だから。あ、でも、星2だもんね。これよりは当たりだね。星2個ついて。これはちょっと外れだね。これとこれが当たりだ。ね。したら、どう？お。また富澤と話そう。カバン、かっこいいな。トミーはでかい車好きだよな。ああ、金貯めていつか高いやつ買ってやろうと思ってんだ。バンカー、確かにでかいのはいいな。大人もたくさん乗れるし。どうだろう、セーブしてやって外れだったらどうと。なんかできそうな気もするね。よし、10人乗れるくらいの買ってくれよ。何がよしなんだよ。お前らも乗るつもりか。まあ、それも楽しそうでいいか。仲良し。仲良し。ビンゴ。また距離が縮まったな。いいじゃん。絆レベルめっちゃ上がってる。仲良し。さあ、何言ってる。いらっしゃい。ありがとうね。使うやつじゃない。お。そしたら、待ってね。乗るか。あれ、あのさ、充電してさ、ダメ元で行ってみよっか。どうせだから。ここで充電、ここまで行って、充電しよっか。あ、お金持ってないわ。待って、お金下ろして100ドル。朝倉に会いに行ってみる？安全運転。あ、待って。ここにいる？あ、これやってみていい？いろいろやってくね。モンガチャチケット2枚もらえるから。勝てば。どうかな。よし。あ、ちょっと強いね。俺の番か。手数がいるな。あ、受けられた。おかさばんの話、動く音。昔の初夏のバークゲームの音。あ、動いてる音が。誘いましょう。
つもりだ。なんか強そうだねこの人。普通の専門しかない。これは俺の気持ちだ。受け取ってくれ。これは痛すぎ痛すぎ、もうやだ。一緒に強くなろうぜ。お前をボスと認める。ちょっとでもゲットできたからゲットできるみたいだよ。危ない。ゼロにするゲームでしょ。あのメーターをゼロにするゲームでしょこれ。よかった。おーい。ん？ナイス。運がよかった。誰か。うん。次から気をつけます。安全運転。なのかなじゃないと思う。次からちゃんとやる。これは？あ、ねえ、何マネージャー、これやってみていい？パーティー編成、バックメンバーは入れていいの？あ、闇と光と、テレフォンパンチってすごいね。あ、レベル高いじゃん。どれが強いんだろう。これ。闇と光、あ、闇と光ばっかりだね。まあいいか。ごめん、いきなり やったことないけどやってみるね。筋もん、マネ、筋神マネージャー。全力で行こうぜ。集中していきましょう。シルバーだから絶対勝てなさそうな予感しかしないけど、練習させてもらいます。私もちょっとよく分かってないけど、無敵。あ、やばい。頑張る。あ、これに。信じてるぜ。あ、頑張る。ファイト。まだでいい。おめえに決めたぜ。相手さん、いい面構えだぜ。これがいいんだけど、まだマックスになってないから、これからだ。みんな頼むぜ。何攻撃しようか。いや、うん、赤が確かいい。赤白黒の順番だったと思う。で、死んじゃった。どうしよう、どうしよう。ハハハじゃないよね。あ、これいいじゃん。じゃあ、必殺技なし。あ、弱っ。どうしよう。難しいな、これ。人たち、死んじゃった。あ、みんな死んじゃった。ちょっと足りなくなっちゃった。こいつね。へえ。信じてるぜ。流れを変える。ただこっちの方がいい。ここからどうする？わざわざ。行くぜ。終わったね。行くぜ。
ぜ。ありゃあ。おお。うわ。すまねえ。俺の力不足だ。すまねえ。一人へのヒント、ファイターのレベル。スジモンバトルに負けたときはファイターのレベルが十分に上がっていたか確認し、上がってないね。もし敵のファイターよりも自分のファイターのレベルが低かったときは以下の方法をす、あ、時点員で強化する。うんうん。スジスポットでスパークリングする。うん、まあ、育成してからじゃないと戦っちゃいけないってことだね。覚えた覚えた。見守ってくれてありがとう、みんな。調子出てきたな。今度いつか勝ってやるからな。覚えてろ。あれ戦っていいかな。王冠取っていいかな。早いとこ取っといた方がいいね、これ。ガチャ引くよ、みんな。ガチャ引く。当たり来い。はぐれ、はぐれ力士。ゆすりま。シャッホー。一緒に強くなろうぜ。うんうん。ゆすりま。どこで見たんだっけ。あれか、あ、突っ張り、あ、これ変えとこうか。いろんなあれだよね、きっと。このマークをさ、属性違うの入れとかなきゃダメなんだろうな。難しい。いっぱいやって覚え、数こなして覚えていかないと私は覚えていけないと思うから、頑張るね。え、あれ戦うよ、みんな。強いかもしんないけど頑張る。エニラスワールド、かかってきて。めっちゃ強そうなの。よし。あ、レベル低い。さっさと来い。行くぜ。放電準備。しなげな。行くぜ。ついてこれるか。あ、春巻さん、混流。ガンガン行くぜ。ほら、こっち取っちゃったか。疲れるぞ。打たねえのか。ちょっと、これってどうやってボールガードすんの。俺の番か。ビビってんのか。レソピオソフタン。こうして、こっちの人近接ボーナーで、あ、いけない。立ち前、俺の番だな。君はこれだけ、ずっとこれだけやってればいいよ。三沢は、あ、強い強い。あ、立つ前にやるんだった。やりました。ここなんかあるんじゃない。マジかあるよね。今の王冠倒したことで何ができたんだろう。なんかゲットできるものがあったわけじゃないのか、そういうこともあるのか。この ABC かな。あ、プレゼントしようかな、みんなに。マックスなのかな、みんな。まあいいか。
達するか。プレゼントプレゼントの話ちょっと引っかかっちゃう引っかかっちゃう引っかかっちゃうバイバイ。ハワイって流しのタクシーはそんなに多くないのかね。まあホテルで予約したり乗り場から乗るのが多いかもな。出張から帰ってきたら明るくて気がいいやつが多いし、びっくり穴場のスポットも知ってるからな。あげるよ。聞くといいぜ。いつもみんなにもらってるから。詳しいじゃねえか、本職のドライバーみてえだ。いや車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。よっしゃー、おーいいね。あ、ちょっと待って、場所違うくない？合ってる？おかしいな。ヤシもらってる？引き続きあげるね。遅みするなよ。今日のごとくは、タブ。タブを楽しむ会。タブを楽しむ会を今やってます。あとお金貯めてる。いいコンディションだ。乗るか。楽しむ、楽しんでる。あのスジモンのガチャが楽しい。私はどこへ？違うんだ。よし。パクアタック。強いじゃん。俺の番か。手数がいるな。腰抜け野郎が。やばいじゃんこの人たち。ぶちかま。どうした。ガツンと行くぜ。あの人たちやっていい？気合い入れるか。かかってきやがる。レジカニバル。ガンガン行くぜ。アンクルライト、カスカかキリちゃん持たせてもいい？レベル上げた方がいいってことかな？ほら！行くぜ！手数がいるな。ビビってんのか？富澤じゃダメ。よし。強いんだね、この人たち。もらった。
放電準備しとけな。俺の番か。俺の番か。なんか人数多いな。おう。俺の番だな。神さんに持たせとくのはもったいない感じなのかな。行くぜ。放電準備しとけな。ぶちかます。あ、これバックアタックは無理。あ、回復するべきだったな。Come on, guys。増えた。そういうこと。増えるの？そういうことか。じゃあもう分かった。ビビってんのか。終わらせる。すごい。でも出血したのか。うん？もらった。放電準備しとけな。ガンガン行くぜ。数を減らした方が有利。うんうん。まあ一番やばいのは桐生さん。ほら来い。受けてみな。みんな死ぬなよ。キッチン寒そう。富澤は死んでしまう。仲間をよ、あ、みんな仲間呼んじゃうの？どうしたらいいんだこれ。誰が仲間を呼んでんの？みんな呼べちゃうのこの人たち。ちょっとわかんないな。カズを倒してたけ。おう。これにして寝てるボスが、ボスじゃなくてもみんなあれなのかな。やばいね、ご飯でも食べとこうか。一応生きててもらおうか。この人は 230 マクドイチポテト肉まん。やるのか。あ、やんのかい。こいつでぶちかます。なんかさ、増やしてくるのはもう増やされないかな。ちょっと待ってね、ちょっと考えるわ。ちょっと考えるわ。やっぱボスはあとね。 OK。ガツンと行くぜ。アミさん煮込みやぞ。いいですね。出血してるわ。ほら仲間を呼んじゃうんだよ。あ、ミスした。誰も、もう呼べる人いないんじゃない。そういうことかな。あー、どうしようかな。いや、普通に行こう。ビビってんのか。強い、ヒルさん強い。俺の番だな。友達もう呼んじゃったみたい。バックアタックできませんかね。これいけないよね。あ、うん、ないんだ。さっさと来い。あ、そうなんだ。倒せた。あ、ちょっと安心。あ、キリさんがやばい。受けてみな。命を大事に。回復だ。すまね、俺の番か。いいね。あ、ちょっと絵的にいけるか。オッケー。この拳弱いけど。絵的にね。
来るなよ。あ、誰も来ない、もう来ない。さあ見ろ、行くぜ。放電準備しな。強いんだよ、ガードしても。あ、どうしようかな。あー、手加減はなしだ。叩き潰す。どうしようかな、行こうか。弱いんだ。もうやだ、死んじゃう。どうしよう、後ろ、今だ。強い強い。今のうち、あー、立っちゃった。返した、回復。もういや、もういや。ちょっと後ろ。ね、強かった、強かった、結構苦戦したよ。コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるか。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。おう、あ、これそっか。じゃあ一番に持たせとこうか。あ、強い。あ、いいかな。経験値2500超えだった？あ、ちょっと待って、これね、これちょっと待って。どうしよう、うまくいくかな。コインズ。この音に騙されちゃダメなんだ。ちょっと待って。受け取ってくれねえか。そういうことか、これ急がなきゃダメなんだ。急がなきゃダメだったみたい。こんなものいらん。で、この人たちってもう一回できないの？すぐやらないと3回ぐらいスルーしちゃうと勝手に決まっちゃうみたい、みんな。まだ大丈夫だ。みんな覚えといて、みんなもやるときは気をつけて。すぐ押さないと勝手にゼロになっちゃうみたい。私は悪くないっぽいこと言ってく。今さら気づいたか。みんな知ってたのね。みんな知ってたんだね。なんかいじめられてるみたいでやだな。みんなで私の心をどんどん壊していく。調子出てきたな。ここに行きたいんだ。よそ見するなよ。あれ、水色って何？そのピンクのまた上？頑張る。やべ、バッテリーがピンチだ。ボンド。ボンドって何？ボンドって何？え、もうやだ、私。外して落ち着くわ。気分が乗ってきたぜ。あ、さくら絶対無理。待って、体力がもう回復しようっと、回復しようっと。よし、まずみんなにおにぎりかなんか食べてもらおうかな。それでよし。あとは MP を回復したいな。この辺で、あ、みんなレベル上がったから、そうかそうか。あ、じゃあ行けるね。朝倉のとこ行こう。乗るか。
ねえ、それってさ、湘南の風？ボンドって湘南の風じゃなかったっけ？タヌマキさん、湘南の風って誰かの歌だったよね誰かの歌ってボンドってあったよね後悔するなよついてこれるか。ビビってんのか。え、キリちゃんにアンクルウェイト持たせる？ MP あんま使わないもんね。オッケーオッケー。なんか取り返しつかないことになりそうだけど、攻めたい今ちょっと俺の番だな。後ろからもう背中のもんだ。なんか適当になってきちゃう。2発来るか。1、2。無理、ごめんね、ダメだった。完全運転。あれ、違う違う。え、どっち外す？ HP 高いよね。レベルはどんどん上がってるから OK？変化ベルトを、いや、キリュウさんに持た、もう話すことをやめる あれ、雪やんだみたいだな。雨になったかな。もう外が暗いね。今日はカーテン閉めなくても大丈夫だわ。え、やんだね。床が、床じゃなくて道路が凍っちゃうかもしれないから、運転する人は気をつけてくださいね。え、じゃあ今日いいんじゃない、こうハワイな感じ。そうまで来ました。あとちょっと違う、ちょっと待って、ここやばい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 、なんかいろいろやばい、いろいろやばい。一個ずつ片してく。豚汁も美味しいもんね。え、ほんとほんと、汁が多めになってるってことかな。え、これ大丈夫かな。いつでもやれるよ。セーブ、私セーブすればいいんだ。ま、一旦セーブだよね。忘れた。人気セーブ作るのやめとく。人気セーブじゃない、上書きセーブしないようにしとく。いた、みんな戦うよみんな無謀な挑戦しに来たよ。セリフなしだわ。みんな見ててね。過去のミクル、過去と未来かな、過去とミクルかな、どっちかな。見てるで、ありがとう
ボコボコンされるとこ見てて、ボコボコンされるところをこっちに来て、あんたと戦ったら俺は生き方を、うん、戦ってから俺は生き方を変えた。つい最近の話だけどね。さらに強くなるためにな。今までセンスだ、今までセンスだけでやってた格闘に真剣に向き合うことにしたんだ。自分を高めるため、そしてあんたに勝つためにな。そうか、どれくらい変わったのかは実際に試してみてのお楽しみだ。これってさ、タイマンなんだっけ。あがみしてくれてる？で見てて、リベンジマッチ受けてくれるか。いいぞ、そのために来たんだよ。じゃあ行かせてもらおう。楽しんでてもらおうか。さっさと始めようぜ。そうだぜ、そのためにしたんだぜ。防御力低下、防御力が下がってるときは配信率でも上げとく。まだやりたいないよな。ゲームの形、あ、26でも1人だね。その程度じゃないでしょ。受けてみな。無駄なことしたかな。行くぜ、赤くらえる。痛いよ。どうしよう、もったいないな。ここ攻撃したいとこなんだけどな。とりあえずガードができるまでは自分で回復しといた方がいいよ。ガツンと行くぜ、命を大事に。これでまた半分減った。もういいや、攻撃する。やばい、その程度じゃないでしょ。受けてみな、ぶっ飛べ。ちょっと全然やばい。足りない。死ぬなよ、回復だ。150な、もうやだ、無理ですよこれ。何にもできない。待って、幕の内弁当食べとこか。これで本気でいくぞ。何、攻撃力上昇しちゃった。どうしようかな、これは当たったらまずいからな。でも私できないからな。もうあれだしな。あ、どうしようかな。どうしようかな、全然わからない。どうしていいかわからない。伝説ボン、どれ、終わらせる。回復だ。回復しかしてない。ジャストガードして165食らってんですけど、どうしましょう。どうしたらいい。ずっと食べてるだけ。強すぎる。もうもう労働だね。で、食べるだけ食べとこ。回復だ。ガンガン行くぜ。こんにちは、ゆっくり見ててね、ゆっくり見ててね。受けてみな。本気で行くぞ。ああ、もう上昇しちゃった、上昇しちゃった。ああ、もうこれもう怖い、怖いやつじゃん。食べよう。
あ、防御、あ、無理なんだ。その程度じゃないでしょ。あ、そうか。防御っていうのがあるんだね。あ、そう、ごめん、全然私防御することを忘れてたってか知らなかった。ただ無駄にやってるだけだ。どうしようかな。どれや。勘弁してきて、もう歯が立ちません。どうしよう、なんかレベル200ずっと食べてる。あ、これか。ぶちかます。そう。うん、弱い。ちょっと待って、キューって何心もとない。もうやめた方がいい。もうやる。あ、私の諦めの悪いとこ出てる。どれ。さっさと終わらせる。勘弁してくれ。どうしよう、諦め。あー、これ来たか。ぶちかます。70あって、あ、よかった。ガンガン行くぜ。これで。ずるい。ジャストガード必須。でもジャストガードできてもこれだけど。回復だ。あの投げてくるやつもジャストガードすんのか。さっさと終わらせる。もういい。あ、もうやだ。いいか、もう終わりでいいか。もういいや。どうでもよくなってきた。死ぬぞみんな。あ、ガンガン行くぜ。あ、ちょっと、もうちょっと、なんか運が良ければなんとかなる。ここもガードできなかった。ぶちかます。これで。お腹いっぱい。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。ね、ちょっと。レベル差もそうだし、ジャストガードもできないし。私間違えたね。よし。間違えた。どうだろうね。相当頑張ってきたんだね、朝倉。前回とは大違いだよ。どれ、これかな。そうだね、これは削除しちゃおう。なんかこれだよね。でも、これをやったおかげで防御の
ボギを見つけることができたよ、みんな。やってよかったわ。初めての防御で、え、そしたらどうしよっか。また海に戻ったりする。この辺のやってくね。この辺を片付けちゃうね。安全、手に汗びっしょびしょだったけど。でももしかしたらとか思っちゃった。イカルのピンク狩り。またボコボコされちゃう。はあ、面白いね。みんなが優しくてよかったよ。そうだね、ピンクと戦うのが割と回復もしないでできるようになってたらきっと戦えるよね。まだ今ピンクはさ、回復とかさ必死にならないとできないから、ちょっと余裕が出るまで。手直してくる。もう100万なくなる。来年あたり長いな。私ずっとやってなきゃいけない。いつまで経っても勝てないとか悲しすぎる。え、これ水色は弱いのかい。赤の下かな。あ、わかった、気をつけて。一番大きいサイズのかき氷をください。はい、かしこまりました。お味はどうされますか。150円ありえるよね。砕いた氷だけくれ。承知しました。少々お待ちください。それではこちら、大盛りかき氷の氷のみとなります。ありがとう。何に使うんだ。せや、はぁ。はぁってなるな。ダメか。なんなんだあのじいさん、いきなりかき氷を頭からかぶって。大丈夫なのか。タイムリープかな。おいおい、じいさん、いきなり頭からかき氷なんてかぶって何やってんだよ。そのまんまじゃ風邪ひくぞ。なんだあんた、わしは雪を降らせるために忙しいんだ。ほっといてくれ。雪？くそ、こんなところで道草食ってられん。もっとふわふわなかき氷なら雪になるやもしれん。それじゃあな。雪が見たいのかな。雪を降らせる。
ファンスマイル。これはどこかに行ったら発生するのかな。あ、なんか朝倉朝倉と戦ったらめっちゃ疲れちゃった。弱いんだよね。ビッグバトル。俺の番か。ついてこれるか。はいよな。よし。さっさと来い。うら。なんだよ。ガンガン行くぜ。ふん。ものが何？行くぜ。加減しねえぞ。しゃあ。てりゃ。悪いぞ。林さん、オッケー、お仕事頑張ってね。よし。相手にならねえだ。体が軽い。発流。始まった。乗ってみよう。あ、トロリーはハワイの街中を周回する移動手段です。普段とは違う景色を楽しんだり、ここでしか聞けない仲間との会話を楽しめます。あ、夜、夕方ね、見に来てね。トロリーは街と降りるときはトロリーの停車中に口に向かいましょう。運転手に話しかけると次停留所まで急いで送ってくれます。乗ってみようかな。ただうん、景色見よう。日本人か中国人か。他にもだな。なかなかいいのが撮れたな。よ。柴崎さん、こん、こん、りゅう。ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るなら、今日もまったりやってるよ。確かに、ビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか。ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか。まあ、そんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事できてんだい。春日一番だ。よろしくね。俺はジョージ・クロキ。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、春日ちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ、見てみろ。自信作ばかりだ。どれどれ。ああ、女性かなとか思ってたけど、違った。最高の写真ばかりだ。もっとその上を行った。どうだい？撮ってたわ。じゃねえよ。なんだよこれ。全部怪しい連中の写真じゃねえか。いい体だな。俺は怪しい連中、不審者専門のカメラマンだからさ。不審者スナップ。不審者専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、退院おめでとう。最近変な被り物をした不審者が、ね、ハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバズってな。その動画の真似をして
かぶり物をしてバカなことをする愉快犯みたいな連中がハワイでは急増してるんだ、うん、つまり不審者専門カメラマンの俺にとって最高の仕事場所ってわけさ。仕事場所って、うん、そもそも不審者の写真撮るなんて仕事儲かるのか？それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？不審者マニア？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だよ警察。警察？ああさっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでお声がかかったのが俺ってわけ。いつも変な奴らの写真撮ってる俺を使って、ちゃんとしたことしてるんじゃん。あいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って、ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮るとすぐに警察に写真データが送るようになって。ただの変態かと思ったけどね、そうじゃなかったね。それを元に不審者の場所を特定して現行犯でとっ捕まえてるんだ。写真で決定的な瞬間を収めれば、それを犯行の証拠にすることもできるし、一石二鳥だ。まつまり俺は不審者逮捕に貢献できる。そんな仕事したいわ。尊い仕事をしてるってわけよ。ないだろうね。なるほどな、だから不審者ばっかり撮ってたってわけか。ああトロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物。結局変態か。だから不審者探索にももってこいなのさ。みんなポーズ決めてたもんね、写ってる写真。トロリーから自分たちが見られて撮られてるなんて思ってもいないだろうしな。思ってたようなポージングだったけど。結構楽しいんだぜ、一般人の中から変な被り物をした不審者を探して撮るゲームみたいだろ。確かにそう言われると楽しそうではあるな。これどこぐるぐる回ってんだよねトロリーは。え、俺がカメラとかあんまり使ったことねえけどできるかな。気にすることねえさ、何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけじゃねえんだ。かぶり物してる不審者探して見つけたらそうだね、基本はそれだけで OK だ。小難しい技術が必要ね。高戸越越大雪中一番の続だそうです。あ、そうなの、みんな気をつけて、本当気をつけて、雪降る地域の人。そっちの方が見てる人もみんなお家か、余裕があったら。仕事中の人もいるもんね。分かった、帰り。じゃあ試しに一度やってみるよ。ああしっかり不審者取れよ春日ちゃん。不審者取れよもう変だけどね。ちょっと嬉しそうだよ。どうなるの？あ、不審者スナップ。不審者スナップはトロリーの仮想から街中に、仮想から撮らなきゃいけない。ゲームなんだね。あ、難しそうだな。スナップポイント。多くの不審者の撮影を撮影してスナップポイントを集めよう。なお撮影回数、ああ、適当に押してちゃダメなんだ。フィルムがゼロになった場合、その、時点でゲームが終了となる。クリアスコアを満たしているとクリアになります。 OK。 あ、それもそうなんだ。そっか、あったね。 OK。 撮影対象である不審者は見た目の露出度が高いほど撮影に成功した際に得られるスナップポイントが多くなります。分かった、露出度高めの絵撮ればいいのね。あ、撮影するの難しくなってるんだ。中心のフレームを上に捉えている写撮影を。また投げれる。中心のフレームに捉えて撮影することでスナップポイントが得られます。ズーム状態で撮影すると写真の評価上昇し、近くて真ん中にってことだね。一人の不審者に撮影して得られるスナップポイントは一度までです。分かった、ここちょっと言う瞬間見計らってちょっとやってみるか。OK です、いくよ。撮って撮って撮りまくるぜ。これは
そしてまだな。え、どうやんの？ズーム、あ、もうこの止められない、あ、動いた動いた。ズーム、ちょっと待って、ズームいい感じだな。いい絵が撮れたな。もうタイミングじゃん。いい絵が撮れたな。いい感じだな。ちょっと難しい。早いんだけど。いまいちだな。ちょっと待って。狙わねえと。ねえ、難しい。でも何回もやりたいかも。いまいちだな。いまいちか。いい絵が撮れたな。いい感じだな。これ。いい感じだな。確かにそうだ。黄金の不審者が特定の決めポーズを撮っている最中に撮影すると、私無理だってこれ。決めポーズを狙っている？ベストタイミングだ。そういうことね。いい感じだな。何してんの。いい絵が撮れたな。何ポイント取ればいいの。いい絵が撮れたな。ちょっと待って。面白い。いい感じだな。面白いんだけど。いい感じだな。減ってはいけない。いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたなじゃないよ。いい感じだな。確かに。あ、無理。いい絵が撮れたな。こっち見てる。なんかみんなこっち見てんのかな。いい絵が撮れたな。何十枚撮れるってこと。いい感じだな。終わっちゃった。写真ってのは奥が深いぜ。奥が深い。 B だって難しかった。ふう、お疲れ春日ちゃん。なかなか数字がいいじゃねえか。初回にしちゃ上出来だ。不快犯だからこの後何かするかもしれない。なかなか難しいもんだな。急に出てくる不審者も多いしよ。まあ不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだからな。ちょっと待ってね。ごめんね、一回止めるね。だが奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば。そうだね。いや、もうサクサクいい写真が撮れたりするんだ。春日ちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパーになれると思うぜ。俺が保証するよ。ああ、そうそう。これは今回の報酬だ。初回だし弾んでおいた。受け取ってくれ。お、なんかもらった。超復活の、あ、これは回復アイテム。本来は取れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけどよ。今回は特別だ。ここでもなんか交換できるんだ。これもやるよ。カメラ？こんなのもらっていいのかよ。くれるの？ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。太っ腹。遠慮しないでもらってくれ。黒木、いいやつだな。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれ撮影の難しさや不審者の種類も微妙に違うんだ。まあとりあえずは一番撮影しやすいこのアロハビーチ周辺で腕を磨いて、慣れてきたら
他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっかくもらったし、世のためにもなるってんなら微力ながら協力させてもらうよ。うんうん、ありがとうよ。わかんねえことがあったり何かあったらいつでも声かけてくれや。わかった。いや、この辺は裏でいっぱいやっとけばいいかな。カズガちゃん、おう。うん、星もらえるみたいな。いいね。あそこ不審者がいっぱいいる。うまそうだな。たまんねえだ。ママ、あの人は？不審者よ。目を合わせちゃダメ。あ、待ってでもやってもいいか。イカれちゃってるね。考え事か。なんかそういうのだけやる回とかまた作ればいいか。そうかもしれない。色がね。え、私さ、あとさ、ちょっとさ、なんだっけ、神社どこだっけ。ピンク狩りやってみようか。あ、おみくじ。どこだっけ？あ、これで見ればいいのか。あ、おみくじ引き換え所？これかな？ちょっとここ行ってもいい？変かな？へーよっ。なんかちょっと調べてさ、ちょっとしか調べてないんだけど、新作金儲けするのにいいのが売ってる、交換できるって目くじのとこで。ちょっとめんどくさいな。赤ムロップ、そうそう。俺の番だな。後ろから、あ、後ろからダメ、これダメか。この人たちなら。よし、やんのべ。カラレピンクカラレにならないように。あ、ピンクカラレになっても大丈夫なようにセーブしとく。地道なレベル上げと金策は RPG の楽しみの一つ。 OK。 でさ、これ倒して、あそこに王冠ついてるの倒してやってくね。調子出てきたな。倒しておみくじいくね。なんか強そうだけど、強いんですけど、どうしましょう。どうした。うん、ガツンといくぜ。いくぜ。ついてこれるか。いつでもいいぜ。あー、力士強い。相手してやる。もらった。放電準備しっかりな。強いな。魔法つけよ。ビビってんのか。あ、難しい。何その動き。ぶちかます。さっさと来い。受けてみな。ぶっ飛べ。
俺の番だな。行くぜ。放電準備。勝負しろよ。とかレベル16は自分たちと同じぐらいなんだ。もう強くないんだね。まだ強くない。強くないは嘘だけど、もう倒せるんだね私。アルハ。じゃあこれ大丈夫かな。ちょっとやってきます。さっさと始めようぜ。やばそう。でも一人か。もらった。放電準備しっかりな。うん、強い。しゃあ、ビビってんのか。寝てろ。ガンガン行くぜ。さっさと来い。やろうが。なんでやってくれんだね。あ、やばっ。これどうしたらいい。俺の番だな。ここから、あ、バック、あ、違う違うかな。ちゃんと確認しないとな。どうして、はぁ、俺の番か。しゃばめんしまいだ。そんなに強くないな。あ、もうわからない。わからない。ガンガン行くぜ。ビビるのか。ガツンと行くぜ。そうだね。行くぜ。桜がびっくりするぐらい強かった。ぶちかま。いけない。なんとかよ。死ぬ。無理かな。勝負しろよ。体力回復したいですね。これ強すぎだろ。調子だぜ。これが俺の真骨頂よ。なんかあるんじゃない。あ、ここら辺いっぱいなんか、ほらほらって。まず回復してからにしようか。ガキの頃はこういう原っぱでゴロゴロ転がって遊んだな。結構ワンパクだったんだな。怪我とかしなかったか。傷だらけだったけど、あの頃は楽しさ優先だったからな。まあ俺もそんなもんだったかも。また昔みたいにバカやりてえな。俺からしたら今も十分バカやってるように見える。開けてみるか。開いたぜ。外から出した。どういうこと。そういえばさっきの話だけどよ。まあ俺もそんなもんだったかも。また昔みたいにバカやりてえな。俺からしたら今も十分バカやってるように見えるけどな。そりゃお互い様さ。死なねえ程度に楽しくやろうぜ。だな。登れないんだ。仲良し。いいね、めっちゃ仲良しじゃん。今のさ、
これか。え、めっちゃいいじゃん、これ。HP。誰につけたらいいかな？グロービー。あ、HP を10増加、MP を5増加。ヒルさんにつけとこっか。つけとこか。これでいいかな。出れない？ここ。この鶏たちは何してるんだい？何もしてないよね。溜まってる。あ、18ポイントしか溜まってない。何？弱いからダメだね。もっとじゃあ溜めて。え、じゃあさ、ピンク狩り、ピンク狩られに行こうか。ピンクか、ピンクに狩られに行こうか。なんかある。無事ね。じゃあ、ふん、いい調子だ。なんかあんの？ありがとう。誰みたい？なるほどね。いいよいいよいいよ。いいんだよ。何回か話しかけるといいっていうことを教えてもらった。いいコンディションだ。なんか上からだな。いいコンディショナリングだ。うん？なんだ？コンディ、なんだって？強か、いや、この人なんだろう。気が、あとこ、なんかの人なのかな。なんかで出てくるの。ムカついてない。ムカついたんじゃない。ないかな。怖いからだいたい入れとくね、お金。で、最後にいろいろ買う、買うときに食料もちゃんと買っとこう。で、全然どこ行きたいんだ私。こっち行きたいんだ。何でもできそうな気分だ。ここちょっと話していくね。あ、なんか楽しそうじゃん。
アロハ。あ、ないんだ、アルファメ。Thank you。 なんか話しに来てねみたいななかったっけ。違った。どうしようかな、キリュウさんにお花あげたいな。ありがとう。低い声でありがとう。いたね、海行こう。安全運転。じいちゃんに会いに行こう。すっごい惹かれる。どん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 惹かれる。あ、フレンドの話？あ、来た？あ、いた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 。置いてきてたんだ。これヤドカリの方か。え、じゃあこの間ナンシーが熱い視線を送っていた派手なヤドカリか。どうもナンシーはあのヤドカリのことが気になってるっぽいし、少しここで少し遊ばせてやろうか。遊ばせる。遊んでくるか。水分を与えてあげて。カピカピになっちゃうね。明日決めてこいよ、ナンシー。今日のナンシー。いいじゃん。体を大きく見せて、良いってアピールしてるね。パパ向かれちまったか。元気出せって、また今度うまくやろうぜ、な。すっごい落ち込んでる。かわいそう。正直、甲殻類同士の付き合い方ってよくわからんか。何かアシストくらいはしてあげたいな。どこか身に、どこか身に刺されるところもあるし。何かプレゼントとか持って気を引いてみるってのはどうだ？警戒してるのかもしれねえし。お？元気になったぞ。よし、じゃあ、手土産。出してまた来ようぜ。でもどういうのがいいんだ？花とかかな？モモストリートあたりに小さい花が咲いてたような。買うんじゃないんだ。積んじゃうんだ。ここ？あ、これ違うね。あ、ここだ。こっちか。あ、これどんどん進めていこうか。じゃあ一個ずつやっていこうか。そういう感じなんだね。乗るか。あ、もう無理じゃん。走っていこうか。ピンク。ピンクはどうすんだ。なんかいろいろと、いろいろとどうしようかな。ナンシーちゃんは今度にしよう。
私ピンク。ラジちゃん後にしたね。ピンクと戦う何回か。調子出てきたな。ほんと、私には不向きな。やること忘れちゃう。あ、攻撃されちゃった。俺の番だな。今は少し弱いから取っておいて。俺手数がいるな。ちょっとなんでキリュウさんミスしちゃう。行くぜ。よし、行くぜ。あ、人は人戦ってく？かかってきやがる。行くぜ。ついてこれるか。ビビってんのか。イージーだ。ガンガン行くぜ。おし。よし。何もできじゃねえか。これ絆上がってるんだね。ファイター。2回できるね。どうしよう、すげえ強かったら22とかかな。だったらまだ大丈夫。気分が乗ってきたぜ。頑張れよ。あこれだね。始めましょう。どうした？行くぜ。はい、22ね。変な。ゆるゆる。ちょっと。俺の番だ。集中して。誰から行こう。あるよ。どうしようかな。ふざけないでください。とりあえずじゃあこの人からやっていこうか。放電準備。頑張る。行くぜ。ついてくれるか。ぶちかます。やるか。やった。なんか忘れちゃう、ぼーっとしてんだな、としてどうした。これの場合はケーキのあれ、ケーキのセット、ケーキセット。はい、かかってこいよ。腰抜き野郎が。バックアタックはできないですか。やんのかい。じゃあちょっとニュルニュルしてる方からいこうかな。怖いな。よし、行くぜ。放電準備。水の上なのにもっと強く出てもいいのに。ほら来いよ。受けてみな。あ、何？水の中に入ると。行くぜ。よし、叩き潰す。じゃあのかな。よし、俺の番だな。ぶちかます。
だな。うん、また強くなっちまった。アイテムも結構増えてきたね。やってないことになってやってないことになってんだわ。やばそうだぞ、あの奥やばそうだぞ。奥に行けば行くほど強いのかな。回復？なんで？あ、ちょっと見てなかった。さあ、でもやっとく？ビビってんのか？ガツンと行くぜ！全てお見通しだ！みんな、あ、みんな手加減はなしだ。手数がいるな。この人？どうして？この人？終わらせる！何やってるの？調子がいいぜ。あ、なんか回復しちゃうから？もらった！放電準備。しっかりな。難しい。難しいですね。調子出てきたぞ。よし、こうねえのか。それと盛り合わせにしてみた。全部食べたい。行くぜ。放電準備。しげら。ぶちかます。受けてみろ。たらみんな。みんな死ぬなよ。これでありがとうよ。キリさんはダメなんだ。手加減はなしだ。やんのかい。寝てろ。間違えた。調子がいいぜ。これって何なんだろう。ボッとしちゃった。ボッとしちゃった。もらった。放電準備。しとけな。よい。ああ、遅い。大丈夫、遅い。腰にやろうが。硬い。あ、力尽きちゃった。強いんだね。こうねえのか。カモン。やばいやばい、もう逃げ出したい。行くぜ。私のせいであんなに強いキリさんが弱い人みたいになっちゃってる。正念場だな。ふん、ビビってんのか。ガツンと行くぜ。命を大事に。回復だ。テイクで終わるな、これ。やっぱまだ早いんだ、私には。俺の番だな。もらった。放電準備。しげげな。
チケッチケッ人数多いと終わりだわ。なんかこの回復して戦っての繰り返しどっかで見たな。今日どっかで同じことやってたな。ガンガン行くぜ。でもさっきさちょっと終わりにしたいな。さっきさセーブ1個倒してからセーブしないで次行っちゃったよね。私もう使うのもったいないな。死んじゃおっか。赤星さんおかえり。もういい、もういい。無理でしょ。もうちょっと待って。あ、LB で投げられないかな。ごめん、全然見てなかった。かな。もうこれの繰り返し。LB 長押しで投げれる。LB。あ、逃げるか。投げる、逃げるか。やってみる。やってみるね。あ、もうどれ行っても同じだな。あ、こっちのこれはいけたよね。これこの人たち、これ戦おう。よっしゃ行くぜ。 You won't like this。 俺の番か。ついてこれる。さっさとこい。行くぜ。後ろ見てたな。応援準備。しっかりな。ガンガン行くぜ。はい、花巻さんありがとう。おつりゅう、相手してやる。どこかな。ガツンと行くぜ。コモン、ゲッツオン。どうしたよ。Let's do this! ほら、来いよ。ほら、来いよ。行くぜ。 Come on! This is gonna hurt! いつでもいいぜ。ビビってんのか。かかってこいよ。 Just try me! 痛いところだけど。やんのべ。腰抜き野郎が。あ、間違えちゃった。あ、もうちょっと集中力とあれやる気がなくなってきたから、ここ頑張って勝って終わりにするね。もらった。放電準備。しげな。ぶちかます。You won't like this. Orenobank.
来いよ。よし、こうねえのか。行くぜ。放電準備。これが俺の真骨頂よ。ゲットしたな。何かをゲットしたな。よし。体力がやばい。これはさ、海の中から通っていけばいいのかもしれないね。戦いたくないときは。俺はまだ戦える。どう？いや。充電するとこなかったっけ？え？か。喉乾いたな。そしたら皆様。あ、雪？雪降ってきた？変わってる。みんな大丈夫？みんなは大丈夫？これは寒いね。みんなもうお家なのかな。まだ大丈夫。雪かきするほどのあれじゃないけど、また降ってきたね。もうここからずっと降り続けるのかもしれない。みんな暖かい格好しててください。あと0度だった？ボールね、そりゃそうだね。降ってんだもんね。このままずっと夜まで降り続けちゃったら確実に積もると思うから楽しみだね。楽しみだね。じゃあさ、みんな今日メンバーの方は、18時から限定の配信やるので、見に来れる方は見に来てください。お仕事中の方は皆さん帰り気をつけてください。運転なんか特にある方は気をつけてくださいね。ということで、うん、今日はここで終わりにしようと思います。俺はまだ戦えてる。寒いね。風邪ひかないようにね。ではでは、お釣り様でした。うん、18時に頑張った。では次のライブでお会いしましょう。バイバイ。なんか眠くなってきた。